よいしょ。ちょっとね、昨日夜配信するとか言ったんですけど、寝ちゃいました。で、ちょっとセブンイレブンでね、ご飯買ってきたんで、これ全部セブンイレブン。セブンイレブンです。全部セブンイレブンで買ってきた。ちょっとこれ、レンチンしていきます。よいしょ。見てください、皆さん。優しい麦茶がさ、の、だからのメーカー。国産大麦 100% って。濃いね。優しい麦茶じゃないやつ。俺さ、近くの自販機にさ、麦茶飲みたくてさ、優しい麦茶しか売ってなかったんですよ。で、なんかいつもなんか、麦茶飲みたくてね、それ飲んでたんだけど、濃いのが好きなんで、なんか、これじゃない方がいいんだよなと思ったんだけど、なんと濃いパターン、優しい麦茶の同じメーカーでしょ、だからのメーカー。そう。これ美味しそうじゃない？ちゃんと濃いやつですよ。優しくない麦茶ですよ。初めて飲むんだけど、多分新発売だと思う。初めて見たもん、これ。あ、サラダ売ってなかったっす。あれ、やっぱり売ってないよ。ちょっとレンチンできた。多分期間限定だったね。そうなんだ。あ、儲かったってことですか。よいしょ。配信増えて嬉しい。あーです、匿名の方、オーバイガー、アラブの席をウィルズ、ビリッツ、ソトバック、ソンマサヨシ、ありがとうございます。あとね、できればね、これ、有料のアイテム投げてくれる方ね、配信者応援イベントの方がいいんですよね、できれば。なんでかっていうと、そっちの方が還元率高いんで、で、プラス、上位になった時の賞金とかなんか、得点が高いんで。何？ああ。よいしょ。ということでね、これを食べていこうかなと思うんですけど。ああ、うるさい。うるさいな。
よいしょ。セブンイレブン極小粒納豆。極小粒納豆なんかちっちゃいさ、豆美味しいよね。ちっちゃい粒のやつ。あんま大きいやつより、まあ大きいのは大きいのでうまいんだけど、結構ちっちゃいの食べたくなると多い気がする。よいしょ。あ、しまった。納豆につけちゃった。納豆にこれつけちゃった。どうしよう。まあ、いっか。こうね、キムタクが、なんかおにぎり太郎とかって人とコラボした時にやってたんですよ。キムタクの YouTube チャンネルで。それをちょっと試してみたいなと思って。これキムチとか入れちゃうんですよね。で、あとここに、なんか他にもなんか入れてた、いろいろ昆布、あ、昆布も入れてたな。これプラス昆布とか入れてた。昆布買ってこなかったな。昆布買ってこなかったわ。あと昆布と梅干しだ。昆布と梅干しも入れてた。昆布も梅干しも買ってこなかった。ここに明太子を入れてね。あと昆布と梅干し欲しかったな。買ってこなかったわ。よいしょ。昆布と梅干し欲しかった後。ちょっと爆弾的な感じで。よいしょ。じゃあ、行きますか。次回買ってきますわ。昆布とか梅干しも。じゃあ、いただきます。
暑い。暑くて持てない。昆布とね、梅干しあったらなおさら良かったんだけど。うん。うまい。昆布と梅干しあったらもっとうまいわ、これ。もうちょいアクセント欲しいよね。というかさ、明太子もうちょい入れるか。ていうか、あのね、天才に対してね、俺に金を渡すなとか言ってるやつ、まだ、未だにちょっとだけいるんだけど。何なんだろうね、そいつら。まあ、純粋に俺のアンチなんだろうな。純粋に俺のアンチなんだろう。な、だから、興味ないわけじゃないのよ。嫌いなのよ、俺のこと。嫌いっていう興味があるから気になって見ちゃうのよ。興味がないわけじゃないから。でも嫌いだから俺に収益を渡してすなっていう。ただのアンチなんだよね。うん。聴衆は、だから、もう3人とは連絡取ってるんで。うん。あげてる人ね。そうだよね。だって、俺の素材使ってんだからさ、2割ってだいぶ良心的じゃない。うん。だって、その、天才してる人がさ、じゃあ自分だけの動画上げて稼げるのかって話よ。絶対稼げないでしょ。あさ、チャンネルを新しく作って、俺の天才してましたとか一切言わない。まあ、つまりは、俺の売名をね、一切使わないで、自分だけで、一から新たにね、YouTube チャンネル作って、結局俺の天才してた、なんだ、チャンネルでやったら、俺となんかこう収益で揉めてるみたいな感じで、ちょっと閲覧とか、閲覧っていうか、再生回数ちょっとありそうだから。そういうの、俺を一切利用しないで、自分だけでじゃあチャンネル作って自分のオリジナルで稼げるのかって話じゃないですか。そうでしょ。うん。マヨネーズ足んないわ。あ、ポンポンどうも。じゃあさ。そもそもだよ。そう。あとさ、あれピントが合わない。ピントが合わない。だって、そもそも、そもそもね、俺がこれずっと言ってたけど、たまに言ってたけど、俺が天才元の人に、俺フリー素材でね、YouTube 勝手にアップしていいよ。収益とかもつけていいよと言ってたけど、俺ずっと言ってたからね。俺のね、
こんなしょうもない普段の、あの、ただ例えば今みたいな飯食ってるだけのクソみたいな、こんな日常の垂れ流しみたいな配信。うん。こんなのやったってもう3000再生とか5000再生ぐらいしかいかないわけよ。うん。それにさ、かける 0.1 円だったら、仮にね、これ何回も言ってるけど、5000再生だとしても 0.1 円だったらさ、1再生、500円なわけじゃん。それを30日間毎日上げたら、1ヶ月で1万5000円なの。それぐらいだったら、ね、はっきり言ってその、動画上げる労力とか、そういうのもあるだろうし、1万5000円ぐらいお前が取れよみたいな感じで言ってたの。これ俺の配信を結構ある程度見てた人は分かると思うけど、たまに言ってたからね、この話。うん。まあ一応、YouTube にアップしてもらって、なんか YouTube ね、俺のふわっちゃん見ないけど、YouTube 見る人、YouTube で俺のこと知る人もいるだろうし、みたいな。俺にも得あるし、みたいなこと言ってたんですよ。でもさ、ね、その言い方から分かるように、そんなので月2、30万とか稼ぐやつが現れると思わないじゃん。言ってること分かる。俺だからそれをやっても月1万5千円ぐらいしかなんないと思ってたの。これずっと言ってたからね。梅干しないんすよ。これはずっと言ってたから。で、しかもね、動画の単価が、一再生あたり 0.1 円だと思ってたから、もしくはそれ以下だと思ってたんで。ね。で、1万5000円ぐらいでしょって。言っても3万ぐらいでしょって言ったの。それを言ってたのにさ、てか、そもそも切り抜いて稼いでたやつさ、それ言わないのもちょっとどうかと思わない、そもそも論。だって俺の配信あんなずっとさ、見てるんだからさ、多分聞いてたんじゃないの？俺ちょくちょく言ってたよ。どうせ 0.1 円ぐらいでしょって。で、それで1ヶ月1万5000円ぐらいでしょって。再生回数考えて。ねえ。それで今さ、単価がすごい高くてさ、平均すると 0.37 円ぐらいあるんだよ。なんか、まあ、人にもよるんだけど、一再生 0.37 円とかあんの。そしたら、20、30とか稼ぐやつがいてさ、そんな俺知らないじゃん。そんな知らないじゃん。そんな単価高いなんて知らないじゃん。そういうの聞いてたんだからさ、月1万か3万ぐらいお前が取っとけよみたいな感じで言ったのに、実は20万、30万稼いでましたってさ、そんな俺知らないもんだって20、30稼げるなんて。そういうのにずっと黙ってさ、俺利用して稼いでたんじゃないか、そんなの。違うの !2 割ぐらいもらってていいだろうが。違うのかよ。だってさ、俺の配信見てさ、ね、俺好きだから俺の配信見ちゃうんじゃないの。好きだったらさ、俺のこと好きだったら投げ銭する人だっているんだよ。自分の懐痛めて、投げ銭して俺にお金くれる人もいいんだよ。なのに、天才してる奴は、投げ銭したことないでしょ。投げ銭もしないでさ、ね、YouTube 上げて2、30とか稼いでさ、俺1万か3万ぐらいしか稼げないと思ってたりさ、それもしかも報告しろよ、報告。1万か3万ぐらいしか稼げないでしょって俺ちょくちょく言ってたからね、20万とか稼げると知らないじゃん、そんなの。ねえ。おかしくない？そんな、投げ銭ところ出しね、痛めてやるやつもいいのにさ。うん。え？それで、2、30稼いで、しかもさ、いやまあ人によるけど、ある程度編集してるやつもいるけど、ほとんどの天才動画がほとんど編集してないのよ。ただなんか、1時間2時間ぐらいの動画をそのまま編集なしで上げてるだけだから。あんなの前後のさ、トリミングってか、ちょっとカットするだけとかさ。あんなの、数分で終わるわ。全然編集とかにも苦労かけてないじゃん。労力かけてないじゃん。時間かけてないじゃん、あれ。あんなの超簡単だからね。ツイッターでも言ったけど。うん。あんなのね、その動画の書き込み時間とか、エンコードの時間？うん。
それを、YouTube とか動画にアップするとき、エンコードって言ってその作業があるんだけど、でもそんなのボタンね、一回クリックすれば、あとは YouTube 側が勝手にやってくれるから、自動で。そんなのも、その待ち時間は多少かかるにしても、自分がこう編集みたいな作業なんか、あんな数分じゃん、あんなの。まあ、サムネとかもうちょいかかるかもしんないけど。そうでしょ？女だって、まあもちろん長時間俺の配信見て録画して、なんかタイトルとかサムネある程度決めるのは、まあ多少そこは労力あるかもしれないけど、時間かかるっていうか、労力というか。動画編集なんかあんなクソじゃないですか。ただそのままアップしてるだけであれ。編集なんもないじゃん。うん。そうでしょ？それで2割ってさ、相当俺保身的じゃない？それでだってさ、そんだけ稼げるの2割って、てか言わせてもらうけどさ、最初すげえ渡したくなさそうな感じ出されたからね。なんだろお前、強欲だろそれ。そうじゃないの。俺だってそんなに稼いでると知らないもん。俺だって月1万とか3万しか稼いでないと思ったから、それぐらいいいよって言ってたのに。だって俺が1万から、まあ、1再生 0.1 円で月1万5千3万ぐらいでしょって言った時に、コメントしろよ！ 10 万とかもっと稼いでるよってコメントしろよ！ 1再生今 0.37 ぐらいでしょ言えよ！内心あれでしょ？しめしめ。こいつ、0. まだ、0.1 円の時代だと思ってるぞ。0.37 円来てて、月10万以上来てんだけどねー、みたいな。いや、ラッキー！こんなやつの、こんなやつのなんかクソつまんない動画を、こうちょっとなんかこうやって切り抜いて、編集なんか何もしないであげるだけで、うわ、ラッキー！ 10 万、20万稼げたら普通の仕事と変わんないじゃん！ふざけんなー！それでね、それで2割起こさない方がおかしいだろ。完食。しかもさ、ただの無編集動画のやつとかはさ、ほとんど俺の固定リスナーが見てるだけだから、多分あれ。昨日も言ったけど、多分8割、9割ぐらいは。あんなの俺のふわっちの配信知らないで、YouTube の初見が見るような動画じゃないじゃん、あれ。どう考えても。俺のふわっちとか見逃したふわっちリスナーとか、見たけど再放送見たい人とかが見てるレベルで。ほんまね、昨日も言ったけど。だから、そんな、動画アップロード者の力とかほぼ介入されてないの。わかる？まあもちろん、ちょっとめんどくさいから、そこの労力はあるだろうけど。それなのになんで俺がさ、あんなボロクソ言われなきゃいけないの？なんでこんなやつ2割渡すんだとかさ。まあ、アンチだね。言ってんのアンチだけどね。絶対言ってんの俺のアンチだけど。完食。あ、ポンポンのも。
あ、俺自分であげろってコメントなんかあるけど、俺アドセンスからやってるから、あ、でも、もしかしたら復活できるかもしんないのよ。なんか最近気づいたけど。わかんないけどね。できるかわかんないけど、なんか復活できそうな空気感がある今。あとね、アドセンス狩りっての多分だけど、今の時代ないのよ。昔のみだよ、多分。うん。YouTube の、普通のね、YouTube 以外の、YouTube の動画以外のアドセンス狩りなら多分今もあると思うんだけど、YouTube のね、アドセンスに関してはおそらく今アドセンス狩りできない。うん、ただ、一回狩られたアドセンスが戻せるかわかんないけど。うん、でもなんか戻せそうな気もしてきたけどね。わかんないけど。なんでかっていうとね、なんでアドセンス狩りが今できないかっていうと、昔アドセンス狩りができたのって、これ興味ある皆さん、この話。YouTube の動画に、動画を見てるとなんか動画にこう重なって下の、動画のなんかこう飼育バーのところに、飼育バーのちょっと上ら辺のところかな。に、まあ、飼育バーってちなみにこうあれね、こうなんつうの、こう棒よ。こうなんかここクリック、10分ぐらいのとこクリックしたら10分ぐらいに飛ぶみたいな。まあ要するに早送りとかそういうのができるやつ。あれ飼育場ってんだけど。飼育場のちょっと上ら辺のところに、動画に重なって広告が出たんですよ、ピョコって。で、右上のところになんかこう、バツマークみたいなのがあって、そこのバツをクリックしたら、その広告が消せるんですよ。で、そのなんか右上のバツマーク以外のところをクリックすると、なんかその広告の、広告主のページに飛ぶんだよ。で、Google AdSense の仕組みって、それをクリックするたびに、そのページに行って、ワンクリックいくらっていう単価で決まってたから、だから何回も何回も広告をクリックすることによって、例えば100回、1000回、1万回ってクリックすることができるわけ。連打すれば。一人で。それが、アドセンス狩りにつながったんですよ。なんでかっていうと、Google ってのは、もう世界の超大企業なんですけど、まあ、ガチのトップ企業ですけど、その Google のね、収益の約7割ぐらいだったかな、が広告収入で賄ってるんです。で、その広告収入で賄えてるのは当たり前ですけど、広告主があってのことなんで、広告主ってめちゃめちゃ大切なんですよ、Google からしたら。で、Google のそのアドセンスのシステムだと、クリックするたびに報酬が発生するんで、1人が100回、1000回、1万回押しても、じゃあ例えば、ワンクリック 0.1 円とかだったら、ね、なんだ、それを1万回やれたら、もう1000円払わなきゃいけないわけじゃん、そのクリックに。でもそれって、1人の人が、こう、何回も連打で、例えば自分がのね、そのアドセンス報酬が欲しいっていうんで、クリックされたら、それって広告の意味を持ってないじゃないですか。広告主って、みんなに見て、なんか、その人の、その会社の商品とかそういうものを知ってほしいっていうんで、お金払ってるのに広告料として。でも一人の人が何回もクリックして、ただその広告報酬が欲しいっていうんで、何回もクリックして、まあ要するに不正なクリックですよね。そう。で、それと同じ人が何回もクリックしても、その、広告の意味を持ってないんですよ。そうでしょ。だって、その人からしたら、1万回クリックしたってその商品は買わないだろうから。そう。だから広告の意味を持ってないよねっていうんで、そうするとどうなるかというと、広告の主側に不利益が発生するんですよね。だから、そういう、ことをする人は、アドセンスをバンしようっていうのが、Google のやり方なんですよ。そう。うん。はい。あ、どうも、イベント応援するぞ、どうも。で、Google 側からしたら、じゃあで、アドセンス狩りってのはどういうことかっていうと、明らか、完全な第三者がそのクリックをしまくるわけよ。アドセンスを枯らすために。何回もクリックされたら、バンされるんですよ、基本的には。うん。でも Google 側からしたら、それが本人がやってるのか、第三者がやってるのって、判別聞かないんですよ。絶対わかんないじゃん。だって、じゃあ、アドセンスをなんか使ってる、YouTuber なりなんなりが、
じゃあ、例えば、満喫とか行ってクリック、で、自分のね、報酬になる数ね、満喫とか行ってクリックとかさ、知り合いにクリックとか依頼したらさ、もう、わかんないじゃん。そんな、わかりようがないじゃん、100%。Google 側からしたら。本人がやってるのか、依頼されてやってるのか、本人が別端末とか別回線でやってるのかってわかんないから、だからもう、疑わしきは罰するっていうやり方なんですよ。広告主側を守るために。そして、Google 側からしたら、はっきり言って弱小な YouTuber とか、弱小な Google AdSense を使っている、人なんて、もう切っていくんですよ。そんななんかまあ、企業って大きくなったらそういうちっちゃいものをどんどん切っていくじゃないですか。こんないらねえやって。そのいちいち調査するのもだるいやみたいな。だって、Google 側からしたらさ、そんな調査とかにさ、時間かけてさ、しかもさ、完全に本人かどうかなんてわかんないのにさ、それでいてさ、そんな時間とか労力とか金かけてやっても、本当に本人がやったかやってないかなんて最終的には結局、もうわかんなくて。だったらそんなの、バンしときゃいいっていう対応なんですよね。それがアドセンス狩りというものなんですけど。でもそれがおそらく今できなくなってるんです。なんでかっていうと、YouTube に下にぴょこって出る広告が今ないから。ほとんどがね、ストリーミング広告なんですよ。ストリーミング広告って言って、なんか動画見てたら、なんかこうやってほら、いきなりこう広告っていうんでスキップするか、みたいな感じで、動画内のこう、なんていうの、ストリーミング広告っていうその動画の広告になってるから、あれに関しては、視聴したらいくらになるみたいな。視聴をどんぐらいしたらいくらになるみたいな広告なんで、つまりはその、同じ人が何回も何回もクリックとかできないので、本当にその視聴者がずっと見てて、その広告が表示されて、本当の意味でのちゃんとした広告の、アドセンス、何回も何回もこうクリックして、広告の主側に不利益を与えないようなシステムに今なってるから、だから、おそらく今アドセンス狩りってないんだよね。YouTube の、ストリーミング広告とかになってるから。わかる。しかも最近聞かないし、アドセンス狩りとか。昔ちょっと、一時ネットの会話、そういう界隈でちょっと盛り上がったっていうか、話題になったんですけど。あ、ポンポンどうも。いやー。還元率いいアイテムってどれなんですか？え？投げてくれるんですか？もしかして。配信者応援イベントの応援花火とかが還元率がいいです。今やってるこの配信者応援イベントのね、応援イベント、なんだっけ、応援花火っていうのがあって、それが還元率がいいんです。で、プラスランキングポイントももらえるんで、はい。送り人にはなれないですよ。マヨネーズをしまってこないといけないんだけど、めんどくさいな。あー、みなごろさん、おわいがおわいがおわいがアラムのお席を見るずみりつ、外枠、そんまだよし、やったー、ありがとうございます。しんごさん、私は好きですから応援しますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。だからね、ほんとあれですよ。まさか今 YouTube そんな単価高いとは思わなかったわ。あれなのかもね。なんか TikTok とかもさ、出てきて、多分 TikTok も報酬多分高めにしてると思うのよ。だって TikTok からしたらさ、なんか視聴するだけでお金もらえたりするようなやつがあったりするんで、TikTok ライフって言って。あれって明らかにその YouTube のシェアを奪いたいわけじゃん。どう考えても。なんでそんなことをやってるかっていうと、YouTube のシェアを奪いたいからそういうことをやってるわけで。で今までってさ、YouTube に匹敵するサイト何一つなかったんですよ。はっきり言って他に動画配信サイトとかいっぱいあったけど、YouTube のもう足元にも及んでないんですよ。YouTube に比べたら。ただ、そんな中、TikTok っていう、もう結構 YouTube を脅かしそうなレベルのが出てきてるんで、
だからなんか TikTok はなんかいろいろそういうなんか還元率いいだのなんだのってことやるんですよね。だから動画の再生回数に応じた金額も結構だから TikTok が高めにしたらそれについていかなきゃいけないわけじゃん。YouTube 側も。うん。だから多分そういう競争みたいなのが始まってるから、だからあれなんだろうね。広告の単価がおそらく高くなってきたんだろうと思う。俺はね。パチンコ屋だってそうじゃないですか。パチンコ屋だって、なんか、一店舗ポツンってあるところってさ、その競争する店舗がないから別に出さなくてもいいけど。なんか、競争する店舗がさ、近隣にいっぱいあったらさ、やっぱり設定とか首よくしないと、客取られちゃうじゃないですか。だからそういう、だから競争、まあ昔ね、よく言ったもんですけど、そういうパチンコの激戦区のところの方が設定入るみたいなね。まあ今あんまそういう時代でもなくなってきましたけど。まあそれと一緒ですよね。うん。だ俺の予想だけど、おそらく TikTok が出てきてから、その、広告の収入の単価も上げてきてるのかなと思いますけどね。うん。あ、おはようございます。うん。多分ね。いやだ多分そうなんだろうな。うん。あれ？コンソメダブルパンチ強化。これさ、コンソメパンチとコンソメダブルパンチの違いって、おそらくこのパンチを倍にしたってこと？なんかこう、コンソメを倍にしたってよりちょっとパンチがある感じを。要するにスパイス的なもの。多分そうだよ。昔トリプルパンチってなかった？違ったっけ？記憶違い。あ、でもほら、秘伝のスパイス強化ってあるから。多分スパイスを強化してるってことだよね。俺が気抜いて匂いって、アイスをお待ちしてますよ。うん。他をなんて読むの？他をやめさせろってこと？いや、別にそれはしないけど。全然俺の気抜きやりたいって方はやってもらって構わないですよ。収益化できるようになったら2割ちょうだいね、ただ。収益化できるまでは、フリー素材として使っていいんで。収益化できるまでね、なんか、条件あるんだよ。なんか、チャンネルフォロワー数が何人とか、多分直近の再生数何回とか、多分そんな感じだと思ったけど。うん。バンしないなら払わない。いや、だからそれも考えてるよ。うん。これで、もし俺に2割渡さないで、このままずっと上げ続けるやつがいたら、まあそいつはもうバンしようかとも考える。だからほら、俺も今までずっと、なんていうの、なんか無料でいいよ、無料ってか、広告収入つけて俺いらないよって言ってたから、それを気づいてない人とかもいると思うから、うん。だある程度の猶予は与えるけど、まあ配信である程度定期的に言って、そしたらなんかずっと切り抜いてやったら気づかないわけがないと思うんで、ある程度言って渡さないでずっと上げ続けたら、もう、著作権と肖像権でバンしてやろうかなぐらいにはちょっと思ってる。うん、まあ、とりあえず今は猶予期間。うん、まあ中には気づいてないやつもいるだろうからさ。まあさすがにそれはかわいそうじゃないですか。ずっとこう俺があげていいよって言ってたんだから、ただで。あ、ポンポン飲む。条件は1000人と4000時間。フォロワーね。あと動画の視聴時間が4000ってこと。仮に10万売り上げても、税金持って帰ったら大して残らないのよ。
そんなことないでしょ。うん。まあ、ちなみになんか、俺は税金払ってるけど、転載してるやつが税金払ってるか知らんけど。まあでもそれは俺ノータッチだから。そいつが税金払ってるか払ってまいが俺には関係ないからね。払ってないとね、罰受けるのはそいつだから俺には関係ないし。うん。でも別に、あれですよ。日本ってさ、累進課税なんで、はっきり言って、それぐらいの金額じゃ大した税金なんないよ。うん。ポンポンどうも。はっきり言って、そんな大した税金なんないって。累進課税でさ、だってそんなそこまで稼げないでしょ、だって。言ったって。そこまで稼げなきゃそもそも税率低いし、で、プラス基礎控除とかさ、まあ、あとそいつが、なんかほら、他にもいろいろ控除ってあるじゃん、控除される項目。8個ぐらいあったんだっけ。まあ、そいつがどれだけその控除に当てはまるか知らんけど。あ、エアコン来たかな？ちょっと待って。はい。税金計算できんの？慎吾くんの頭。いや、できるでしょ。税金の計算ぐらいできるわ。まあ、計算っていうか正確に言うと、そもそも大体の金額ぐらいはさ、わかるわけじゃん。で、確定申告してさ、じゃあ、まあ、前年度の収入がいくらで、収入っていうかその売上がいくらでした、経費いくらでしたみたいな感じでやれば、そもそもなんか自動的に出てくるから。なんかそれをなんかコンピューターみたいに入れるんだけど、まあ、まず用紙書いて、でコンピューターにそれを入力するんだけど、そしたらもう、じゃああなたの税金いくらですって出るし、まあ、そもそもその前に、ある程度のなんかそんな別に詳しくなくても、ある程度の金額はもう、ある程度計算できるから、そこに表示させる前から。過去に脱税してたやつがよく言うわ。だからね、あなた知識ないでしょ、税金に対する。うん。いや、追徴課税食らった人がじゃあみんな脱税なの、あなたの理論だったら。そしたら日本のほとんどの企業脱税してますよ。あのね、経費のね、税務署に経費が認められるか認められないかっていうのはね、ほんと個人差があるんですよ。マジで。うん、いや、税金のこと何も知らないやつがそう言うからさ。あと、運もあるからね。どれだけその経費に、その職業に対する経費に対して、どれだけこう、なんていうの、理解してくれるかとか、あとぶっちゃけその担当者がどれだけ甘いかとか、まあある程度寛容な人かとか、本当に個人差もあるから。うん。いや、これはマジで。まあ、だから当たり前だけどね、確定申告とかある程度、知識ある人がしたら当たり前の知識なんだけど、こいつら多分したことないから分かんないんだよ。うん。本当にあるよ。人によっては、じゃ例えばだよ。じゃ経費がじゃあ例えば、結構稼ぐ人で経費が結構ある人いるとするじゃん。じゃ例えばじゃ経費が仮にだよ。仮に1億円経費がかかったものがあるとするじゃん。そういう事業があったとして。で、それで同じような、まあ、同じ業種があるのよ。で、A 社、B 社ってあって、まあ、これは別に法人でも個人でもいいけど、A さん、B さん、個人でもいいけど。で、それで、両方とも同じ業種で同じような感じでやってて、で、同じような経費なのに、A 社は全額認められたけど、B 社は全額1億円認められないってこともあり得るんだから。これマジで。で、その差は何かっていうと、本当にその担当者がどれだけ厳しいかとか、どれだけその担当者がその業種によってこれは本当に必要な経費だっていう理解力がある人か、寛容な人か、ほんといろんな要素。うん。だってそんなちゃんとした線引きなんて引くこと 100% できないから。
これはマジで、本当にそうだから、ね。そんなちょっとしたなんか、担当者の違いとか、考え方の違いとかで、本当何億とか損してる人いるから、税金で、マジで。本当に超稼ぐ人とかになると。これはガチで。うん、まあ、それで納得できない。でも、税務署とか国税が言ってることが全て正しいわけでもないし、何回もこれ、俺言ったけどね、過去に。それで、いや、これは、税務署じゃねえや。経費として認められないのはおかしいって本当に思って、で、裁判で勝てる見込みがあるなと思ったら、それ裁判してやればいいんですよ。そうすると、最終的に、本当に、それが経費として認めるか認めないかっていうのを決めるのは裁判官なんですよ。だから税務署が正しいわけじゃないのよ。実際それで訴えて、ね、税務署とか、国税が負けて、裁判所の判決で、ね、勝ち取って経費に入れられた人もいるから、だからなんか本当その知識がない人って、税務署の職員とか国税が言ってることが全部正しい。これはこの人、税務署の人が、ね、これは経費に入れられませんって言ったらもう 100% ならないんだって勘違いしてる人がいる。本当のジャッジって税務署じゃないから。うん。で、そういう知識が疎い人をいいことに、なんか、職員によっては足元見て、なんか、いや、こいつだったらなんか言いまかせるだろうってね、多くこう、なんか、税を取ろうって人がいるわけですよ。で、ほんとこれ闇なんですけど、国税とかは、自分が担当した人からどれだけ追徴課税を取れたかによって、その人の昇給とか、そういうものに変わってくるの。だから、本当に悪いやつになると、自分の、だからその、給料を上げたいとか、自分のその、国税としてのなんか、地位を上げたいっていうさ、あれで、本当はこれ経費になるなって頭では思ってても、足元見て、なんか、こいつはなんか多分わかんねえな、強く言えば払うだろうみたいな。まあ、本当はこれ、なんか、経費入れてもいいんだけど、まあこいつだったら言い任せるだろうぐらいな気持ちで無理やり、なんかこれは経費になりませんってんで、税金多く取るようなやつも、これ本当にいるからね。ガチで。うん。そういう税金のシステムを知らないじゃないですか、多分。うん。だって、そう。税金とかの裁判で、あれですよ、税務署が、実際間違いだった。つまり税務署側が負けたなんて判例なんかいくらでもありますから。あ、ポンポンどうも。競馬して外れ馬券は経費。経費として認められた人と認められなかった人がいますね。ただ全く同じ人でも毎回、裁判して結果が同じになるとは限らない。というか、はっきり言って不公平なもんですよ。なる人とならない人いる、絶対に。同じようなパターンでも。うん。なんでかっていうと、それをジャッジする裁判官も人間なんで、その人の気分次第とか考え方一つで、そう。違う人だったら、これは経費に入れよう。違う人だったらこれは、経費に入れないでよ、そうっていう個人差が生まれるのよ、裁判官ごとに。さらに言ったら、同じ人でも、その時の気分とか考え方とか、なんかそういうものによって変わったりもするんで、結果が。だってあくまで人が判断してるもんなんで。うん。いや、これ本当ですからね。あ、税金ってのはね、めちゃめちゃ不公平なもんですよ、本当に。ああれです。ボーナス150ポイント、エール花火2個あれです。匿名の方、オーバイガー、オーバイガー、オーバイガー、アラブの世界、2個5倍、ボーナス100ポイント、いつもの方、ありがとうございます。連チャン連発で大花火じゃない。エール花火。来た、連チャン5倍、2倍、2個5倍。5倍2連チャン来た。オーバイガー、オーバイガー、オーバイガー、アラブのお席を見たぞ、ビリゲイズ、ソフトバンク。3回 !3 連続来た。オーバイガー、オーバイガー、5倍、アレンチャン、アセキを見たぞ、ビリゲイズ、ソフトバンク、ソモフリ。ボーナスポイントもありがとうございます。ボーナスポイントも50、100っていっぱい出てる。来た2個、ボーナス100。オーバイガー、オーバイガー、オーバイガー、アラブのお席を見たぞ、ビリゲイズ、ソフトバンク、ソンマサヨシ。やったありがとうございます。
ありがとうございます。うん。いくものかかるやつね。ありがとうございます。やばい、めっちゃ来たわ。めっちゃ来たんやけど。うん。だからね、税金ってのはね、本当に、あれだよ。本当に不公平だからね。うん。まあ俺この話何回か昔したんだけど、じゃあ俺の体験談教えてあげようか。俺すげえもうすげえ昔よ。何年前だっけな、もう多分、下手したら10年近く前なんだけど、昔ね、俺 FX ではトータル損してんのよ。でも、その、1年区切りなんですよ。で、その時なんか損を繰り越すっていうのがまだ、今の FX の税制度だと、損を何年か繰り越せるの。3年だったかな。繰り越しっていうのがあるんだけど、損のね。当時俺がやってた時、それがまだ、導入されてなくて、まあ、法人だったら繰り越せてたんですけど、法人だったら7年ぐらいだっけ。まあ、それはいいんだけど、まあ、とにかく俺トータルで損してたのに、1年だけ、その、FX で勝っちゃった時期があるのよ。まあ、そんなめちゃくちゃ、いくらだったっけな ?100 万ぐらいだったかな。ちょっと今よく覚えてないけど、金額まで。多分100万ぐらいだったと思うんだけど、で、100万ぐらい多分勝っちゃって、で、そうすると税金がね、いくらだったっけな、俺払ったのいくらだっけな、よく覚えてないな。まあ、いくらか払ってたのよ。100万じゃないか、もっとあった気がする。200万ぐらいあったかな。まあ、とにかく、もういくらだか忘れたけど、儲かっちゃって、いくらか税金を納めなきゃいけないっていう時があったの、もう10年前ぐらい。うん。で、それをなんか申告しに行ったんですよ。で、申告しに行って、で、俺それ本当、初めて確定申告それ行ったんで、やり方とかも全然わかんなくて、とりあえずね、去年、うん、去年こんだけ、FX で儲かっちゃったんで、申告しに来ましたで、こんだけ儲かりましたって言って、で、経費として、そのノートパソコン買ったんですよ、俺。外で、今だったらスマホとかで結構見れるかもしれないけど、当時まだガラケーの時代なんで、外にいるときにノートパソコンとかないと、レートとか見にくいんですよ、FX で。で、FX で結構でかい金を動かしてたから、外行ったときとかに、やっぱパソコンで見たいわけよ。パソコンで見たり、チャート見たり、取引とかできたんですけど、うん。Wi-Fi じゃない、なんだっけ、ポケット Wi-Fi 使ってね。うん。で、チャートとか FX を外で取引するために、買ったパソコンなんですよ。で、それを、じゃあこれ、それが確かね、いくらだったっけな、20、30万ぐらいのパソコンだったっけな。まあ、値段まで忘れたけど、多分20万ぐらいだったかな。のパソコンで、その20万のパソコンの経費を入れようとしたの。で、これは、担当っていうか、まあ、担当って言っていいのかわかんないけど、確定申告をこうしに行って、で、こう、わからない人用に、なんかこう、税務職員がこう、いるのよ。で、その税務職員が、こう、すいません、わからないんですけどって言うんで、そうすると、まあ、俺を担当してくれた人みたいな。そう。まあ、ここの人のことを指して、担当者って一応今は言うけど、うん。で、この俺を担当した人が、なんかこう、じゃこんだけね、こう、利益あって、で、この、ノートパソコンのこれ、経費に入れたいんですけどって言ったら、俺が担当した人は、いや、それはね、経費にできませんって言われたの。うん。なんですか?なんでですかって言ったの。いや、だって、ノートパソコン買っても別に FX の取引するだけじゃなく、他にもいろいろ使うでしょって言われて、でも俺は基本的に、まあ他にも使うかもしれんけど、基本的にはその、取引のために、本当に買ったんで、しかも、そのすごい大金を動かしてたんで、もうそれがもう本当にメイン中のメインっていうか、うん。だってほんと、取引量がめっちゃ多いとめちゃめちゃとんでもない金額が動くんで、ほんとそれだけのほぼために買ったのに全額入れられないっていうのはおかしいって言うんで、いや、それおかしくないですかって言ったわけですよ。ねえ、それで、でもその俺を担当した人がどうしても折れないの。で、俺もなんか納得できなかったんで、ちょっと一回持ち帰りますわってもう一回来ますって言うんで、結局その時申告書書かないで、家に帰ってきたの。で、ネットを調べたら、その FX で儲かった人は、なんだ、
あれ、パソコンは経費に入れられるって書き込みいっぱいあって、で、人によっては全額認められた人もいれば、半分の人もいて、そう、なんか書き込みとか見たらね、なんかブログとかそういうのでヒットして、あの、FX、経費みたいな感じで検索すると、いろんなこう、自分のなんか体験談みたいなブログとかが出てきて、だからやっぱ認められ、全額認められてる人とか、半分しか認められない人とかもいるんだけど、さすがに全額認めないっていうのは、なんかめった、その書き込み基本的に出てこなかったの。だからこれおかしいだろうと思う。なんで俺全額認められないんだよ。しかも FX のために本当に買ってんのにと思って。だからその、また後日ね、行ったんですよ。で、それで、なんかまた職員呼んで、そしたらまあ違う担当者がこうついて、で、俺それ言ったのね。なんかこの前、確定申告しに来た時に、その、俺を担当した人は、なんか全額パソコンは経費に入れられないとか言われたんだけど、やっぱ俺ネット、ね、それが納得できなくて、やっぱネットで検索したら、全額ね、パソコンを経費に入れた人、入れられた人もいれば、半分入れられた人もいて、俺が全額認められないってのはおかしいし、そもそも俺本当にかなりでかい金額をね、動かしてて、それで本当にちょっとしたね、外でも、それでも外出なきゃいけない時があって、その時にパソコンを、なんだ、家に帰るまで動かせなかったら、とんでもないね、金額、何十万とか何百万とかが変わる可能性もあって、本当ほとんどそれだけのためにやってるのに、買ったのに、それでなんか全額認めない、これちょっと納得できないんですけどって言ったら、あ、なるほど、そういうことでしたかって言って、じゃあ分かりました。じゃあこれ全額経費入れときますねってんで終わったんですよ。うん。わかる？うん。あ、ポンポンどうも。バイナリーで稼いだとき、いや、いつだったかな？バイナリーの時だったかな？ちょっと覚えてないけど。うん。もう結構10年ぐらいの前の話なんで。いや、だからほんとそんなもんだからね。担当者一人変わるだけでここまで違うし。だって全額、20万ぐらいの多分パソコンだったと思うんだけど。だって20万の経費入れられないでも結構違う。何万も違うからね。税金が。うん。ほんとそんなもんだよ、税金って。マジで。あ、匿名の方、シンデレラさん、ありがとうございます。ありがとうございます。だから、ほんと担当者とかによっても、マジで変わるし、まあ、俺はもう、それはね、体験して分かってるし、うん。ほんとですからね。担当者変わって、だって、全額認めないよって人、最初そういう感じだったのに、担当者変えたら全額認めるよって言って、で、しかもネット検索したら全額認めない人だっていっぱいいるんだからブログ書いてさ、まあ、そんな嘘ついてないと思うし、てかそもそも税理士のところに一回行ったけど、いや、それはおかしいですねって言われたもん。だってそんな FX のために買ってんのに、それで全額認められないのはありえないですよって言われたし、そもそも。うん。あ、ポンポン風船どうも。だからね、ほんと人によって全然違いますよ。なんか担当者っていうか。仮になんかこう、疲れた時にっていうか。仮になんか税務署の人とかに、なんかこう、いろいろ疲れた時に、ほんと人によってガチで違うんで。今何キロ？わかんないっす。これ納豆とかキムチ入れてきた方がいいか。冷蔵庫に。
よいしょ。あ、多分あれかな。あー、あれです。ふわっちチョコレートケーキです。はい、ちょっと待って、ちょっと待って。チーズケーキ食べます。はい。よいしょ。うん。てか、エアコン来てたわ、もう。エアコン玄関に置いてた。あ、あれです。ケーキ、応援団、匿名の方。あ、疲れた。あ、ありがとうございます。ああ、エアコンも来てたわ。エアコン変えました。で、明日だったかな？多分今日じゃなく明日だと思うんだけど、多分明日、業者が来て取り付けに、エアコン自体来たんだけど、取り付け業者が多分明日来るんで、うん。今日だったかな？明日か忘れたけど。そう、工事だね、工事。うん。まあそんな感じですよ。うん。よいしょ。ああ疲れた。やばいな。なんかさ、このブロンズランキングですら1位とか取れるかわかんないな。本当に。結構本当壊滅的だよね、これ。ブロンズランクで1位取れるかわかんないって結構やばくない？シンゴはアドセンスからえなければ生活か違ったかのかな。まあ確かに。うん。それはあるかもしれない。でも分かんないけど、アドセンスもしかしたら復活できるかもしれない。あと、仮に復活したらだけど、多分 YouTube のアドセンスに関しては多分もうアドセンスがある今の時代多分ない。うん。だからそれ復活できればね、ぶっちゃけ大丈夫そうなんだけどね。アドセンス狩りってのは多分今できなくなってる、多分 YouTube では、おそらく。うん。だからさ、YouTube ライブでさ、広告流してたやついるんだけどさ、俺そういうことかって思った。だから YouTube ライブって、やってる時にこう自分がこうクリックとかでこう選べるんだよ。なんか今広告導入するみたいな。今リアルタイムで見てる人、じゃあ例えば俺が今こう配信してるじゃん。あ、じゃあ、例えば今閲覧が上がって、結構いっぱいいるから、じゃあここで一回広告出そうって言うんで、自分で手動で広告を出すことが選べるみたいで。そう。なんかね、まあ俺ちょっと FX 配信してる人の YouTube ライブ、この前ちょっと見てたんだけど、その時、なんか、その人が閲覧、いくらぐらいだったっけな ?2500 ぐらいだったかな。なんか閲覧2500ぐらいで配信してて、じゃあちょっとここで CM ですみたいな感じで、ここクリックしたんですよ。で、広告流してて。
まあ、広告、それで広告収入が入るのはわかるけど、こんなんいくらになるんだよって思ってたのよ。はっきり言って。まあでも、チリツモでやってんのかなと思ったんだけど、うん、その、結局、動画でさ、一再生 0.37 円ぐらいあるんだったら、じゃ例えば閲覧が2500あって、2500人がその広告を見ることによって、仮に 3.7 円、仮にあったとしたらだけど、うん、まあその動画と YouTube ライブでは違うかもしれないけど、仮に 0.37 円あったらさ、2005、一気にさ、その2500人にその広告見せて、で、0.37 だったら、まあ、そこそこの額になるわけじゃん。まあ、4、死にがあっち。1000円ぐらいにはなるってことでしょ。うん。だからそうやって広告入れてたんだ、みたいな。しかも、その人結構ちょくちょく入れてたんですよ。なんか10分置きぐらいとかに。うん。だから10分置きぐらいに1000円ぐらいとか、それで獲得できるからそうやってちょくちょく広告入れてたんやと思って。思ったより全然、だから、今の広告の単価高いんだなと思って。そう。なんか、たかが 0.1 円ぐらいのためにそんなちょくちょくやるのかなとはちょっと思ったけど、まあ、チリツモなのかなとは思ってたけどさ。それはちょっとワンクリックでさ、10分ごとに1000円ぐらい仮に入ってきたらやるよね。広告確かに導入するわと思って。うん。まあ、純粋にその、人再生あたり 0.37 円が適用されるかは知らんけど。ちょっとトイレ行ってきていいですかね。よいしょ。ちょっとトイレ行ってきます。
あ、ポンポンありがとうございます。あ、風船もどうも。あー、ちょ、来たー！エルアラミニコ5倍ボーナス50ポイント来た。お前がお前がお前、あー、来たー！ちょ、超レンチャン来てるー、レンチャン来てる。あ、同じ方ですね。ありがとうございます。あ、いつもの方。あー、ちょ、2個10倍来た。10倍来た。しかもボーナス150来た。お前がお前がお前が、アラムの席を見ろとビルゲッツ、ソフトバンク、ソフトバンク、やったー来た。あー、レンチャン2個。あ、お前がお前がお前が、アラムの席を見ろとビルゲッツ、ソフトバンク、ソフトバンク、やったー、ありがとうございます。レンチャンありがとう、あー2個50ポイントやった、お前がお前がお前が、アラムの席をウィナズアビリーズアストートマークスソンマタヨシ、やったやった、来てる、ありがとうございます、めっちゃ来た。あ、なんか何気に2位になってる、ありがとうございます。いや来た、あ、ポンポンもありがとうございます。皆さん、あ、何気に2位になりましたね、応援イベント。いやー、来ましたこれ。あ、ポンポンどうも。あ、バンビさん、ありがとうございます。シンゴくん大好き、ありがとうございます。あー、レンチャーです。10ポイントボーナスも。ありがとうございます。ふわっちょいのレンチャー。あー、ありがとうございます。5倍、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー。あー、バンビさん、レンチャーありがとうございます。あ、5倍。いや、5倍は言ったか。あ、レンチャー、ありがとうございます。あ、ボーナスポイント。あ、5倍。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー。あー、5倍、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、応援するぞ、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、ちょっとね、そうだ、こうやってさ、だからさ、お金使って投げてくれる人もいるわけじゃないですか。ね、こうやって、水にはたいて、投げて、あー、レンちゃん、とんでもない豚さん、あ、レンちゃん、あ、あれ、なんか、バグってた。あー、来た、あ、レンちゃん来てんじゃん、豚さん、レンちゃん。あ、20倍も来た。なんか今画面がバグってて、なんか止まってたんで、うん。ごめんなさい、いっぱい来てたわ。今ね、ちょっと画面バグって止まってた。あ、やったー、ありがとうございます。バンビさん、レンちゃん。ありがとうございます。豚さん、レンちゃん、20倍もありがとうございます。よいしょ。こうやってね、未然にはたいて、投げ銭をね、投げてくれる人もいるわけですよ。おーい、切り抜きのやつ！ねえ、俺のことが好きでずっと見て切り抜いてんだろ。なんでお前は今まで投げ銭をしないで、ね、俺が1万から3万ぐらいの稼ぎだと勝手に思ってて、それちょくちょく言ってたんだから、それ聞いてたろ、多分わかんないけど。それでそんなに何十万も稼いでるんだったらさ、そもそもそれもらえないのおかしいよね、思わない？ねえ、俺の仮に囲いというか好きみたいなのがあるんだったら、渡さないこと自体がそもそもおかしくない？よくよく考えてみたら。そうだよね。そうじゃない。お前らなんかさ、じゃあ投げ銭、あれですよ、水にはたいて、あれだよ。投げたことあんのかよ、俺に。俺の動画でそんな稼ぎやがって、俺の想像の何倍も稼いでてさ。しかもそれ言わなかったんだから。俺言ってたかんね、どうせ1万3万ぐらいしか稼いでないでしょって。そんな稼げると思わないもんだって。思ったより単価めっちゃ高かったんだから。あ、風船メガホンどうも。忍法とコラボして。忍法さんすか？忍法さんってでも多分、今あんまふわっちやってないでしょ、知らないけど。なんかツイッチだかなんかやってなかった。最近あんま見ないよね、多分。配信してんだ、今。あ、匿名の方、アップルパーガス。コラボしてって言われても、まあ別に、
忍法さんがコラボしてって言ったら別にするけど、まあ別に嫌いじゃないから。うん。まあ俺からはあんま行かないかな。ほら、あんま自分から行くの、ことしないからね。あ、ポンポンどうも。あ、ポンポンありがとうございます。忍法とバトルしたら勝てるよ。この間ゼロだったから。何ゼロって。アイテムがバトルしてゼロってこと？そういえばさ、忍法さんってさ、なんか、最初めっちゃ稼いでなかった。ふわっちで。なんか今全然多分稼いでないよね。マンスリーとか見ても全然多分いないよね。うん。忍法さんってなんか、ニコ生バーンされてから来たんだっけ？あ、バーンされる前から来たんだっけ？あ、A 版にリーチかかったところで一回来たんか。なんか最初めっちゃ稼いでなかった。250ぐらい稼いで、そんな稼いでたの？まあ、そこまで稼いだかは知らんけど、結構、マンスリー上位の時あった気がするけど。1ヶ月か2ヶ月ぐらいだと思うけど。シルバープラスマの人だ。あ、ツイキャス、そう、なんかツイキャス待ってるでしょ、多分。今、ふわってメインじゃないでしょ、多分。あと、ツイッチだがなんかもやってんでしょ。うん。それなんでそんな稼げなくなったの？多分、投げる人がいなくなったってことだよね。多分だけど、一人か二人、三人だか知らんけど、まあ、おそらく、少数の爆投げする人がおそらくいて、一人か二人か三人がと思うんだけど。多分、その人がいなくなったんでしょ、多分。もうそれ以外でなり得ないもんね、普通に考えて。うん。忍法が慎吾のこといい人ってこの人。あ、ほんとっすか？そんなことないっすよ。わかんないけど。うん。俺別に忍法さん嫌いじゃないからさ。別になんかコラボしようって言われたらするけど。あんま自分からはあんま行かないんで、俺。うん。好青年って言ってた。いやー、それはないね。あ、でも俺、まあ、ふわっちの中、ふわっちって結構頭おかしいっていうか、やばいやつ多いけど、まあ、その中ではマシな方だと思うよ、ぶっちゃけ。ふわっちって結構やばいやつ多いじゃないですか。なんか。その中では多分俺、マシな気違いな方だと思う。まあ、もちろん、俺みたいなやつが、このふわっちじゃなく、こう、世間っていうか、なんていうの。ネット関係なしに世間で見たら仕事もしないとんでもないゴミクズだと思うんだけど、ふわっちの中ではまだまともなクズな方だと思う。まあ、自分で言うのもあれだけどね。うん、そうじゃない？俺、まだマシな方じゃない？いや、俺がクズじゃないとは言わんよ。別に俺、クズな自覚あるけど、うん、別に俺、クズはクズなんだけど、そのなんかさ、クズにもレベルがあるじゃん。ドクズ、超クズ。まあ、まだマシなクズとかさ、優しいクズみたいな。なんか、クズにも種類があると思うんだ。まだ俺、優しいクズっていうか、そんなに人に害がないクズっていうか、まあ、まだいいクズっていうか、そう、俺他人に迷惑とかかけないから。うん。俺基本的に他人に迷惑かけること好きじゃないし、やらないから。うん。そうでしょ？だって俺他人には基本的に迷惑かかるようなことやんないもん。配信で。うん。あとこの辛子明太子。あと一個ある。これ食べないと、これさ、これだけ冷蔵庫入れるのきついじゃん。でも、明太子食いたくない時に明太子食うのきついな。あと一個だけ食べないと、これもったいないからね。明太子食いたくないのに明太子食うのきついわ。しかもさ、ご飯とかって食うんだったらまだしも、明太子のみって結構きついわ。忍法レンタルおっさんやるってさ レンタル彼女ならぬあ、でもいいんじゃない、うん、
何もしない人っているよね。なんか何もしない人とかつって、それよ呼んで、ほんと何もしないの、こうやって、なんか、ただいるだけなの。なのに金取んのよ。うん。あれみたいなもん。プラスなんか、例えば草むしりしてとかやったら草むしりするみたいな。レンタル信号、え、別にやってもいいけど、本当に金払ってくれる人いたら。本当にか、あの、交通費と、あといくらかその時給みたいなのくれれば。まあ、要するに俺が赤字にならないようにね、俺がある程度稼げる金額だったら。本当っすか？あ、ポンポンどうも。まあでも中にはいるか。だから多分、その忍法さんの、そのレンタルおっさんっていうのも、まあぶっちゃけその、なんだろう。だから忍法さんを呼んで、じゃあ忍法さんに何かやってもらいたいとか、じゃないと思うのよ。ただなんか忍法さんのファンが、忍法さんに会ってみたいって人がぶっちゃけ金払うだけで、そういう世界でしょ、多分そういうのって。で、例えば、なんか家事を手伝ってほしいとかさ、そんなの専用のそういう家計婦みたいな人に頼めば、そっちの方が絶対ちゃんと仕事もやるし、絶対そっちの方がいいわけじゃん。能力的にっていうかさ。それでも、能力の低い方を金出して選ぶ、あの、呼ぶのって、はっきり言ってその人に会いたいからっていうところにこう課金するわけじゃん。うん、ぶっちゃけ。そういう感じじゃない。うん。もうレンタル心身やっちゃいますじゃあ。本当に払ってくれる人いるんすかこんなんで。僕の能力内でできることはしますけど。カラオケ行きたいとか、ご飯行きたい。そんなのでお金もらえたら楽勝じゃないマジで。うん、ドライブとかさ。え、それぐらいで終わる、お金くれるんだったら全然やるけどね。だって労力なんかないじゃん、ほぼ。まあ、労力っていうか、なんて言うんだろう。一緒にコンサート来て盛り上げてほしい。いや、無理でしょ。いや、どういうこと？一緒にコンサート来て盛り上げるは無理じゃない？なんか、アーティストとかの。どう考えたってアーティストとかにみんな熱中してて、俺なんか誰も見向きもしないだろ、他のやつら。それは無理じゃないか。別に一緒にコンサート行くだったらいいけど、コンサート盛り上げるは無理でしょ。むしろ俺がなんかこう騒いでたら、むしろ他の人たちに迷惑がられるでしょ。そのコンサートに来たファンたち。うん、第一の慎吾さんのサムネのコメントをやろうって、この野郎って書いてるやつ払うな、これ。なんかめっちゃうるさいよね、あいつらね。こんなやつに払うなとかさ。あいつうざいわ、マジで、本当に。だったらお前が見るなよって感じじゃない？お前が好きで見に来てんのにさ。うん、俺の研修医の勉強の手伝いしてほしい、時給制で。いや、別に手伝ってもいいけど、俺がそれ、あの、役に立つか分かんないですよ、そんなの。逆に邪魔な可能性ありますよ。ただね、これ、本当、仮にやるんだとしても、文句言わない人限定ですよね。うん。いや、あくまで、俺の能力内でできることもあり、なんていうの。俺、別にそんな万能な人間じゃないんで、そう。あの、むしろ、多分、平均的に見たら、なんか、世の中にある、なんか、いろんな、なんか、ものってあると思うんですけど、これ多分平均的に能力多分低いんですよ。世の中にある大抵のものって。うん。世の中にある大抵のものは、あの、一般的な人より多分俺能力低いんで。ただ、俺の場合なんかね、人はできないような、ほんと尖ったところにすごい結構能力持ってたりするんで。だからそんな、なんていうの？結構世の中に溢れ返る仕事みたいなところで見たら、俺確実にそこら辺の人より絶対能力低いもん。それ自覚あるんですよ。うん。で、その能力の低さに、文句言わ、金払ってんのに何もできねえなとか言わない人限定でやりますけど。そう。ただね、ほんと一部のことには、他の人をね、
群抜く、うん、他の人ではありえないぐらいの能力を持ってたりするんで、実はね、うん、例えばパチスロとか目押しとかね、はっきり言って俺の目押しは相当うまいですからね、うん、相当トップレベルですよ、多分世の中でも。目押しとかだけはめちゃめちゃ自信ありますよ、例えばですけど。あ、ポンポンどうも、はい。家庭教師してください。家庭教師視力がいい。まあ、でも目押しに関しては視力ってよりどっちかっていうと、まあ動体視力とか言われるけど、どっちかっていうとリズム感のが大事な気がするけどね。別にそんなに視力良くなくてもある程度こう、見れると思うんで、あとはもうリズム感の問題な気がするけどね。だって俺さ、リズム感俺相当あんのよ。カラオケのなんか採点とかあるじゃん。あれリズム感だけ毎回満点レベルでなんかこうあるじゃん。なんかこうカラオケの採点の機械でさ、なんかダムとかの結構新しい機種とかだと、なんかリズムとか音程、ビブラートみたいなのがあってさ、リズムの時とこだけいつもなんか飛び抜けてるからね、これ。本当に。で、あと、まあ昔ですけど、なんかこう、なんかビートマニアみたいなのあったじゃないですか。あれ結構、ある程度うまかった時がある。時があるってだけで、本当にうまいやつに比べたらうまくないんですけど、俺の地元の中でぐらいだったらある程度うまかった。うん、ただ本当にガチでうまい人っているじゃん。そこレベルじゃない。なんて言うんだろう。なんか本当プロゲーマーとかいるじゃん、ガチの。あそこのにはもう到底及ばないですけど。なんかあくまでこう田舎の友達間の中ではうまい子だった。まあそんなレベルよ。でもはっきり言って上には上がいるんで、本当にうまい人にはもう全然及ばないですけど。なんか何回かね、ガチの本当ガチでうまい人と戦ったけど、全然勝てませんでした。全然無理だった。今スロットで昔のヨモグみたいな機械割りの台があるって聞いたと、ビタ押しのリプレ外し千ならしけどな。あれ相性、俺も最近全然スロット行ってないけど、あれストリートファイターとかでしょ。俺あれやってみたいなと思ったんだよね。あれ設定1でさ、フル攻略で103だっけ ?103 ぐらいあるよね。で、俺、ストリートファイター好きだしさ。俺、あれ、うちに行ってみたいなとは思ったんだけど。まだ、まあ、多分、置いてるとこ少なそうだけど。まあ、あと、ちょっと昔で言うと、多分、もう置いてるとこあんまないと思うけど、モッピーとかさ。あと、なんだ。あと、なんだ。まあ、ディスクアップとか、まあ、あんまりあれだったけど、なんか、もぐもぐ風林火、まあ、これはちょっと前になっちゃうけど、もぐもぐ風林火山の全国制覇版とかね。あと、ロックマンアビリティとか。あと、なんかあったっけ。結構、目押しで102とかさ、1でも103とかあるよな。もぐもぐが102ないぐらいだっけ ?102 だっけ。あー、バンバンクロスね。いや、でも、バンバンクロスはあれ1だと確か、ほぼ100ギリギリでしょあれ。チャレンジ設定、設定 C だと、確か108ぐらいあるけど、でも C 使うところも何店舗かあったけどさ。あ、それ言い出したらあれもか。格闘美人、あ、違う、格闘美人うどんじゃない。なんだっけあれ。忘れてたけど、設定 C のやつ。設定 C でフル攻略110ぐらいあるやつ。あ、日暮らしとかもそうですね。うん。そう。なんかさ、日暮らしとかさ、ロックマンアビリティとかはさ、あれだよね、ほら、周期のチャレンジゾーンがあるじゃん。10日だったらさ、
もう本当に機械割り高めた。あれ、ずっとフルで打って102とか103あるんだから、あの、周期のチャレンジゾーン来たらやめて、で、なんか蚊に歩いた方がはっきり言って、機械割り高いよね、10日だったら。だって、チャレンジゾーン終わったら、また周期が確実にゼロからスタートになるわけで。そう。だったら、他の台に移った方が、周期がちょっと近くなってる可能性あるわけだから、まあ一番いいのは、なんかその、なんだ、打ってる人のを見て、周期がしばらく来てないのになるとか、そうすると、もっと機会が高まると思うけど、平打ちでだって102だか103あるんだから、そう、周期がちょっとでも近くなったら、さらに機会割高めることできるからね。まあちょっと小敷みたいな打ち方になるけど。あと、ロックマンアビリティとか、まあ、日暮らしもそうなのかな。なんか、ちょっとデータのスランプグラフである程度分かるときもあるけど、ゲーム数とあれをね、スランプグラフ見て。いちご全部は食ってないっす。あ、ポンポンありがとうございます。最近スロット全然行ってないな。なんかオンラインオリパにハマってさ、なんかもうスロットだるくなっちゃったからな。でもあれストリートファイター打ちたいなって思ってたんだよね。ゲームはもうあんまやってないっすね。昔超ゲーマーだったんだけどね。あ、でも最近ゲーム配信見てる。ちょくちょく。YouTube でね、ゲーム配信たまに見てますよ、俺。あの、動画の方だけど。あとはなんかね、ライブではあんま見ないんですよ。YouTube ライブでは見ないんだけど、YouTube ライブで、なんかその YouTube ライブを、こう、ほら、動画として残すことできるじゃん。それで見たりとかはした。結構最近見たのが、なんか結構有名なゲーム実況の人がいて、なんだっけな、レトルトじゃなくて誰だっけ？名前忘れちゃったけど、まあ、結構有名な人ですよ。ゲーム実況で。のね、コンビニの店員になって、あの、コンビニに来る変人を撃退するっていうゲームがあるんですよ。わかる言ってること。自分が、プレイヤーがコンビニの店員になって、コンビニに変な客が、来るんですけど、その、普通のお会計とか、ちゃんと普通のし、コンビニの店員のこうレジ打ちとか、そういう仕事をしつつ、コンビニに変なお客が、あの、ちょくちょく来るんで、普通のコンビニの店員の仕事をこなしつつ、変な客を撃退するっていうゲームがある。まあ本当、今ならではだよね。なんかほら、最近さ、バカッターみたいなさ、あとほら、なんだ、おでんツンツン男とかいるじゃん。いたじゃないですか。まあ要するに、ああいう迷惑行為をする客が来るから、そいつらを撃退すんの。そいつらを撃退しつつ、普通にレジ打ちとか、普通のコンビの、仕事も全うするっていうゲーム。なんてタイトルだか忘れちゃったけど、面白いっすよ。見てたけど。絶対おでんツンツン男とかさ、スシロペロペロ寿司ペロ事件とかさ、なんかああいうところの発想から来てるよね。なんかバカッターとかさ、なんか、ああいうの散々なんかニュースとかになって、あれの発想のゲームだよね。例えばなんだけど、なんかあれですよ、こう普通にレジ打ちとかしてるのに、なんか迷惑、要するに迷惑客が来て、なんかアイスあるじゃん。あのアイスのさ、コンビニのアイスのさ、こう冷蔵庫みたいなあるじゃん。ほら、なんていうの。わかるでしょ？コンビニのアイスがこうある、こう冷蔵庫みたいなのがあるじゃん。あそこの冷蔵庫の、冷蔵庫にほらこう、アイスがいっぱい詰まってるじゃん。その上にこうやって寝るんですよ、客が。なんか変な客が来て、迷惑客が来て、冷蔵庫のアイスの上にこうやって寝るのよ。そういうやつを撃退するの。そう。冷凍庫か、冷凍庫ね。で、そしてなんかバールみたいなの持って、こんなのつってなんかぶん殴るのよ。で、それで撃退するの。で、それでいて、普通のお客さんも、こうやって商品を、買って、レジに並んでるから、で、なんかそっちの、なんかレジのお客さんもちゃんと、なんていう、レジ打ちして、そっちの普通の仕事も全うしなきゃいけないっていうゲーム。結構カオスなゲームなんだけど。で、いろんなやつ来るの。変な、すげえ変なやつがいるの。
で、中にはもう完全ヘズマリュウだと思うんだけど、なんだ、コンビニの棚に並んでるお菓子とかおにぎりとかを会計しないでそのまま食ってるやついるのよ。完全にヘズマリュウでしょ。絶対そっから来てるよね。うん。なんかヘズマリュウってほら、なんかなんだ、スーパーでさ、刺身を会計する前に食ったじゃないですか。絶対あれから来てるよね。なんか普通にお菓子とか、おにぎりとか並んでんじゃん。あれを会計する前にそのままこくって、で、それを見つけたら、その店員、自分が店員になってるから、プレイヤーが店員だから、これでバールみたいなの持って、こんなのつってぶん殴るのよ。それで撃退するの。結構面白いですよ。なんかいろんな迷惑客来るから。あ、ポンパーだっす。それとか見てたね。あとは昔俺が好きだったゲーム。うん。あ、バイオハザードもちょっと見てたけど。なんか最近俺ツイッターでなんかパラサイトイブみたいなことつぶやいたと思うんだけど。あのね、ツイッターでね、なんて言うんだろう。ツイッターで多分 CG じゃない、なんかその、なんて言ったらいいんだろうな。映画館のなんかこう幕とか上のとこら辺が映画館みたいなところのね。なんかこう、なんか燃えるような、映像があったの。まあ、それはおそらくそのなんか CG っていうかなんていうの。でやってるんだと思うんだけど。で、それ見てパラサイトイブみたいと思って。で、パラサイトイブってどういうことかっていうと、俺が小学校、多分低学年ぐらいの時に、パラサイトイブっていうゲームがあったんですよ。プレイステーションで。プレステで、あって、で、パラサイトイブの一番最初に始まるところ、最初のなんかところで、なんかこう、どんどんこう、人が自然発火していくんですよ。で、映画館っていうかなんか劇みたいのやってて、劇みたいのやっててね、劇のなんかこう、周りの建物とか色燃えたり、人が自然発火してどんどん燃えていくシーンがあって、そこが超印象的で、で、そのシーンに超似てたから、なんかパラサイトイブみたいだなと思って、それをなんか俺がツイッターでリツイートして、一言パラサイトイブみたいって、つぶやいたんですけど、で、それでパラサイトイブを思い出して、ちょっとだけ昔俺やってたっていうか、普通に全クリしたし、ちゃんとやってたんだけど、それちょっとパラサイトイブのね、実況プレイ動画が見たいなと思って、YouTube でパラサイトイブのゲーム実況動画見てた。うん、とかですね。あと、クロノトリガーとかもね、なんかまた久々に見たくなってね、昔やってて、クロノトリガーの実況も見てた。メタルギアはね、結構前に見たな。半年が前ぐらい。うん、ゲーム実況になったらやっぱ YouTube とかでやりたいよね。うん、いやメタルギアソリッドってめっちゃ面白かったよな。なんか一番最初、1買った時さ、衝撃的な面白さだったわ。メタルギア1と2買って、その後多分3とか4とか多分出てるでしょ。多分俺2までしかやってないけど、多分メタルギアの良さを消してる気がする。その後の作品。いや、やってないから分かんないけど。一番最初さ、なんかメタルギア作った人天才だなと思ったからね。メタルギアソリッド。だからこう隠れながら侵入していくっていうさ。それがなんかこうメインじゃん。まあ、天柱とかもそうだよね。天柱とかもメタルギアに近い。メタルギアが出たの後に確か天柱出たから、天柱ってちょっとパクリだよね、メタルギアのある意味。うん、ただ時代がちょっと違うってだけで。天柱知ってます？なんか、それまではさ、基本的にはさ、こう、戦って敵を倒していくっていうのがメインのゲームが多かったじゃないですか。うん、それが、メタルギアっていうのは基本的に戦わないのよね。なんか、監修みたいなのに見つからないように行くのよ。むしろ戦っていくと結構辛いゲームなの。戦っていくと、なんていうの、主人公がめっちゃ強くて、敵が、雑魚キャラが、なんかめっちゃ弱いみたいな設定じゃなく、
意外と結構脆いんですよ、主人公が。いや、もちろん雑魚キャラよりは、戦えばさすがに主人公の方が強いんだけど、結構囲まれたりとかしたらきついみたいな。あと、敵が無限に出てくるから、一回見つかると。敵が敵を呼んで。戦っていくと、相当難しいゲームになるんですよ。てか、基本的にきついんですよ。うん。やっぱ今、吐きそうになった。だからね、基本的に隠れながら行くっていうゲームなんですよね。でも、バイオハザードとかもそうか。バイオハザードも基本的にゾンビ避けながら、まあ、気づかれないというよりは避けながら進むゲームだよね、バイオハザードも。まあ、もちろん倒しながらもいけるんだけど、普通になんか出てくるゾンビ全部倒したら弾薬なくなってくるから、基本的には、なんか最初はさ、倒しながら行くゲームかなと思ったら弾薬どんどん足んなくなって、途中から気づくんだよね。あ、これ、避けながら、ゾンビを避けながら行って、どうしてもなんかこう、ここのゾンビ倒しとかないと生きにくいってとこだけ倒すゲームなんだっていうのを、後から気づいたね。うん。なんかそれまでは基本的に敵をなぎ倒していくゲームみたいなのが多かったじゃないですか。敵に見つからないで行くとか、避けながら行くってゲームってあんまなかったと思うんだよね。うん。死んでバイオセブンのアミニティ。それ俺がずっと言ってましたからね。疲れてきた。疲れてきた。コメントを読め。うん。皆さん多分まあ起きてますよ、多分。あ、ポンポありがとうございます。はあ、疲れてきた。久しぶりに大根さんと連絡取っても、もう連絡先知らないっすよ、俺。大根さんの連絡先知らないもん。大根さん何やってんだろうね。どうせどっかで生ポ受けてんだろうな。でも俺大根さんってさ、ずっとネットにいる人だと思ったんだよね。なんか生ポでさ、暇人だからさ、かまってちゃんで、絶対ネットやめられないなと思ったけど、多分あれなんだよね。通報入りまくって、おそらくその生活保護課に、めっちゃ多分通報されてたじゃん、絶対あれ。で多分生活保護課の人にもう配信やめてくださいって言われて多分注意されたんだと思うよ。だからいなくなったんだと思うよ。だってそれを従わなかったら生ポ打ち切りとか言われたんかもしんない、うん。そうじゃない。絶対そうだと思うよ。だからやめたんだと思うよ。あれめちゃめちゃ通報されてたじゃん、絶対あれ。不正受給だみたいな感じで。うん。はあ、疲れたな、どうしよう。ああ疲れた。そうそう、吉江さんやんのかな。もう12時半じゃん。あとちょっとでたまやるだろうな。忍法が元気ない。元気ない言われてもね。4時間どこじゃないでしょ。4時間1日何時間やってんだってぐらいやってるでしょ。あれよくやれるよね。本当に。
もうきついよ、そんな長時間とか。いや、昔長時間やってた時もあるけどさ。なんかもう今1時間やるんでも結構きつい。あ、ポンポンどうも。ほんと今きつい。きついな。嵐山が収益の部分だけ全カットで常にアップしてる。え、まだアップしてんの？ってことは確信犯ってこと？嵐山くんもね、俺に2割渡さないとね、まあ、とりあえず猶予は与えてあげるけど、まあ、来月いっぱいぐらいかな。来月いっぱいぐらいに、まで俺に連絡して2割渡すってやんないと俺バンしちゃうぜ、君のこと。ああ、疲れた。もうきついな。慎吾から連絡しないと来ない人って言ったら連絡先知らないもんだって。疲れた。まあ、ツイッターのね、DM とかに送ってきてくださいよ。まあ、ツイッターアカウント持ってなきゃ作ればいいだけだし。疲れたな。疲れた。一回割るか。疲れたから一回割るか。ポンポン出す。疲れたから一回割るか。まあ多分、捜査吉井さんまでやると思うんで、一回休みますか。昨日ね、昼間ぐらいやって、夜やりますって言ったけど、結構昨日夜やろうと思ったら寝ちゃったんだよね。昨日寝ちゃったよ、夜やろうと思ったら。なんかもう、きつい。話してるだけってきつい。家で喋ってるだけの配信とか別に、本当はやりたくないからね。なんかまだやること他にあれば、まだしも。きついわ、本当に。あ、ポンポンあざす。ってことで終わりますか、じゃあ、一回。ジェミさん、お疲れ様です。今日こそまたね、夜ぐらいにはやりたいな。あの、眠ってなければ。できるだけやりたいですけど。まあ、昨日寝ちゃったんですよ。ちょっと途中ですけど、じゃあ終わりますか、一回。多分そろそろ吉江さんやると思うんで、そのうち。じゃあお疲れ様でした、皆さん。ありがとうございました。はい。ということで、お疲れ様です。